はい、ナマステ。えっ、ー、と、JFND の、えー、人工知能時代の日本語教師研修、えー、参加者の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは、第8週ですね。AI で会話力を伸ばすことができる、えー、という内容のビデオです。はい、あのー、まずですね、AI で会話力を伸ばすには、やっぱり、あのー、拡張機能ですね。Google Chrome のエクステンションが必要です。えー、で、あのー、一つは TalkToChatGPT。 もう一つはボイスコントロールフォー for ChatGPT ですね、えー。日本語同士で話すんだったら、まあ、どちらでもいいです。はい。<laughs> まあ、これはね、両方ともちょっとした違いがあるので、皆さんの好きな方を使えばいいと思います。えー、で、プロンプトがいつも、あのー、大事なんですけど、この会話でね、えー、AI で会話力を伸ばすには、やっぱり日本語のレベルを、えー、決める必要がありますね。で、あのー、ChatGPT は、 あの、JLPT よりもですね、この CEFR の方がよく知っているみたいです。えー、なので、まあ、こちらを使うといいんじゃないかと思いますね。で、だけど、えっ、ー、と、CEFR のレベルがですね、ちょっとね、難しくなっちゃうんですね。だから、あの、えー、CEFR の A1 レベルでお願いしますと言ったら、それが A2 レベルになるぐらい、そのぐらいの感覚で使うといいと思います。はい。でね、あのー、 チャット GPT がよく知らない仕事とかもありますえ。よく知っている仕事もあるし、よく知らない仕事もありますね。で、よく知らない仕事などについては、その会話の中でどんな情報を交換するかを、そのプロンプトに書く必要があります。ちょっと具体的に見てみたいと思いますね。はい、例えばですね、えー、これマクドナルドで注文するときの、えー、ロールプレイです。これね、あの、 えっと、この、あのー、人工知能時代の日本語教師研修の YouTube の再生リストの中にこれ入っているので、えー、皆さん興味がある人は見てください。えー、まあ、だけどね、マクドナルドの仕事っていうのは、まあ結構有名ですよね。世界中いろんなところで、えー、マクドナルドのお店がありますからね。はい。なので、まあこういうふうにですね、えー、 私はその日本語でね、ロールプレイあのしたいですと。で、その H レベル、CFR の H レベルでロールプレイをしたいですと。で、あ,のあなたはマクドナルドの店員さんで私は、えー、客ですよっていうふうにね、こういうふうにあの、えっ、ー、と、えー、役割ですね。ロールプレイのロールを決めるだけで、えー、話の内容はそんなに細かく言わなくても、えー、練習することができます。 ただしですね、あの、このチャット GPT はいつもね、とても長い話をしたがるんですね。話が長くなってしまうことがあるので、えっ、ー、と、1文だけでお願いしますと、えっ、ー、と、15、15以上しないでくださいとかね、短くしてくださいとか、えー、そういうふうに言う必要があります。でそれから、こういうふうにプロンプトを英語で書いていると、その日本語の会話の後に、 英語の翻訳を入れちゃったりすることもある,あるので、えー、そういうことしないでくださいねというふうに言って、そして、えー、会話を始めてくださいというふうにすると、えー、日本語で、えー、マクドナルドの,の注文のですね、えーあのー、ロールプレイをチャット g p t とすることがあります。でこれがですね、まああの、チャット g p t がよく知っている仕事についての、えー あのロールプレイです一方でですね、あ、ちょっとこちらは、はい、ははごめんなさい。はい、えっ、ー、と、これは、まあ、見たい人だけあの見ればいいと思います。はい。まあ、日本語で私が、その、マクドナルドでのロールプレイをしているところですね。一方でですね、こちらは、あの、私がですね、あの、オートサンリンのドライバーとの、 会話というのをやってみたことがありますでこれはヒンディー語でやっているんですね。まあ私のヒンディー語はとっても下手なんですけど、えー、まあ一応その、あのー、いつも話していることぐらいはできています、はいまあこれね。これも興味がある人だけ見ればいいと思います。興味がない人は見なくていいです。これもその、えっ、ー、と、人工知能時代の あの日本語教師研修の再生リストの中に入ってますのでねまあ興味ある人はあとヒンディー語わかる人は見,見てもいいですねもちろんねはいでここもですねあの,あのまあ簡単なヒンディー語の,あの、えー、とレベルであ,のあなたとロールプレイしたいですよとであのこれもねあの15以上使わないでくださいねとで、えー、と私が質問したら私の、えー、あのー if I ask you a question please wait for ask a please response you my あれなんか変だな、これ <laughs>。まあいいや。はい。えっ、ー、と、まあ要するに質問したら私の答えを待っていてくださいねと言ったつもりなんですけど、これ、If I ask you じゃ,じゃなかったですね。If you ask me a question みたいなふうに言いたかったんですけど。はい。で、役割としてはあの、あなたはオートサンリンの運転手で私は客ですと。あのパッセンジャーと言った方が良かったですね、これ。まあいいや。はい。えっ、ー、と、であのこの3つのことを確認してくださいというふうに言っています。 1>, でね、あのまあ1つは当然降りる場所ですよね。はい、で2つ目がね、ちょっと、ね、これも、ね、すみません。私、最初に私のロールプレイを書いたままあのちょっと使ってしまったので、ちょっとこれは間違っていますね。あのえー、とお客さんとしてその200ルーピーで十分ですかということを聞く、えー、つもりだったんですけど、えー、とこれあのドライバーのロールプレイなので、これがそのまま入っているのは変なんですね。まあそ,えー、とそのせいで、 えこちらの,そのビデオの中でも、運転手の方がですね、200ルーピーで十分ですかということをヒンディー語で言っていて、なんか変だなと思ってるんですけど、こちらの私の,あのプロンプトの方が間違っていたということでしたね。それから3つ目は、支払い方法ですよね。現金で払うか、それともあのアプリで払うか、そういうことですね。 こういうふうに言うと、その3つの質問をいっぺんにね、出してきてしまうので、あのそうじゃなくて、一つ一つ質問してくださいね、というふうに言っています、えー。で、まあ、これがですね、その、あの、チャット g p t があんまりよく分かっていない仕事の内容について、えー、あのー、このロールプレイをするときの例ですね。そういうときは、こういうふうに、あの、えー、 話の内容ですね、どんな情報を、えー、交換するかをあの、このプロンプトの中に入れておかなければいけません。はい。えーまあ、こういう感じで、あのえー、っとですねあの、ロールカードを書いて、そして、あのえー、拡張機能ですよね、ト、えークーチャット GPT とか、ボイスコントロールーチャット GPT とかね、そういう拡張機能を Google Chrome に入れると、えー、この、あの チャット GPT を使って日本語の、えー、あるいはこれはヒンディー語ですけどね、ヒンディー語の会話の練習をすることができます。はい、じゃあ今日のビデオはここまでになります。フィルムレンゲー。あれよいしょ。